はい、にがみ塾のにがみです。よろしくお願いします。英検準一級に出る単語を解説していきます。今日は F 絡みのお話です。 F っていうとこう共通してるのはこうふわっとこう軽くてサッていっちゃうっていう、そういう風なイメージ結構あったりするんですね。でまずはこれ見ていきましょう。最初がですね、フリップですね。これは指でピンと弾くってことなんですけども、これちょっとやってみますね。これコインの中でピンっていって、あ、うまくいったか。こういう感じでこうピンと弾いちゃうと、こういうのあります。で、今はこれコインのうまくいきました。で、次がですね、今度こう飛んでいく感じですね。この軽やかにいく感じでこうフライですね。こう飛ぶっていう風な、これあります。おなじみですね。で、あとはこう川の流れでふわーっとこうなんかこう軽やかですね。こう重くない、こうサーっていく感じ。これフローですね。これ流れって言うんですけども。さあ、そうそう、なんかこう軽やかな感じのあるんだなって言うんですけども、こう軽口でファファファってこう喋るのも、ファーって言っちゃって、こう相手がこう嫌な思いさせちゃうってこともさ、あるかもわかんないですよね。で、そこのところに出てくるのが、これ、フリップがこれ、形容詞であるんです。こう不真面目なんていうような感じの言葉なんですね。ですので、don't be flip with her っていうと、彼女にそんな軽口叩いたらダメだっていう、そんなファファって軽くいくなって、そういうふうな意味になります。で、これまあ形容詞ですね、これね。まあ、そういうふうなところでこうふわふわ感とか柔らかとか流れでふわってこういっちゃうっていう、そういうふうなのがあるなっていうふうに考えてください。軽やかピンっていく感じ。そしてなんかこのコーヒーとかコーラとかでその上にこうアイスクリームとか乗っちゃってこうなんかこう浮いちゃってんなっていう、そういうのこうなんかコーヒーフロートですよね。もともとこのフロートこれも浮くっていうようなことなんです。はい、ということで F 絡みで割となんかこうふわっていう感じで軽いってこう流れっていう、そういう風な感じの多いなっていう風なイメージでいてください。それでは今日はここまでです。また次回よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。